皆さんこんにちは、ヤマダホームズサポーターの岩出佳代子です。今日は福岡県にある KBC マイホーム店久留米会場にあるヤマダホームズの久留米展示場をご紹介していきます。こちらの展示場は2021年の5月にオープンした展示場なんです。ご覧のように木目調を基調としていて、また随所に素材感のあるものをふんだんに使っているので、とっても居心地のいい空間ということなんです。早速見ていきましょう。まずは外観を見ていきましょう。赤茶系の木目サイディングとブラックの格子が和を感じさせますね。木目の優しい素材感が自然豊かな街並みに溶け込むような、そんな和モダンの外観です。さあ、このように外から玄関が見えないようになっているので、防犯面でも安心できますよね。お家が道路に面している場合などには、このように壁を作ることもおすすめしています。さあ、それでは玄関から見ていきましょう。入ってすぐ横にはシューズクロークを兼ねたファミリー用の玄関があるんです。このように自転車をディスプレイしたり、キャンプ用品を置いておけたりと、十分な広さがあるので、ここで自転車のメンテナンスをしてもいいですし、 DIY をしてもいいですよね。アウトドアの趣味を持っている方にはぴったりの空間だと思います。シューズクロークの奥にあるこちらのファミリー用の玄関なんですが、なんと自動ドアになっているんです。これなら外から帰ってきた時に取っ手を触らずに中に入れて衛生的ですし、大きな荷物を持っている時なんかもさっと入れて便利ですよね。さあ、そしてそのまま洗面台につながっているので、手洗い習慣が大切な今、この間取りはとっても嬉しいポイントです。